皆さんこんにちは、ゆめみんです。今日は初めてのレリア食を食べたいと思います。イエーイ。今日はですね、リタとトウくんが生後5ヶ月になりましたので、初めてね、離乳食を食べていきたいと思います。まずは定番なんですけれども、10倍がゆを今日はね、2人に食べてもらいたいなと思うんですけど、初めてのね、離乳食なので私も本当にドキドキなんですけど、今回は使うものをね、用意したので、それをまずご紹介してから食べさせていきたいと思います。まずはこちらのエジソンママですね。エジソンっていう離乳食がいろんなものが作れるものになってます。これでね、10倍がゆも作れるし、お野菜だったりとかをペースト状にするやつとかもいろんな機材がこうついてるので、まあ、これを買いました。そしてこちらリッチェルトライシリーズの初めての離乳食カップ蓋スプーン付きでございます。これね、なんとね、青とピンクで蓋とカップとスプーンが出てたので、どうでいいかなと思いまして、ここにしました。ビッタラーン。こちらスタイですね。ベビーギョルのスタイでございます。シリコンのもので、このね、首のとことかも調整できるやつなので、長く使えるかなと思ったので、多分まだね、こんなにね、こぼすほどね、今日は初日なんで食べないと思うんですけど、まあ、これからね、ちょっと使っていくということで、これを購入しました。うにゃー。じゃあね、そろそろお腹が空いてくる頃ではあると思うので、早く食べたいね。はい、よいしょ。遠くになりましたが、こちらを開封していきます。片手で、よいしょ。エジソンママっていうやつですね。パーツがね、結構いろいろ入っています。おう、おう、こんな感じですね。これがレシピが入ってます。ありましたね、ご飯の10倍ぐらいのレシピもあったので、これを元にやっていきたいと思います。蓋、今日は使わないけど野菜系ですかね。これ裏ごし用ですね。なんかトークが透けてるけどこれおかゆに使います。あとは蒸しプレート、下にこの器ですね。あとはこのスプーンもついてました。裏がね、デコボコになってるので、これがね、なんか裏ごしがすごいしやすいみたいなので、これがいいなと思って買いました。なんで今日はですね、もう炊いたお米があるので、炊いたお米から電子レンジで、柔らかくして裏ごししていくというやり方でやっていきたいと思います。本当に最初はもう本当にこう一さじとかしか与えないような感じなので、たくさんまあ作って、そのまま保存しておくっていうのもありみたいなんですけど、とりあえずね、今日はやってみようっていうことで、はい、もう一つこちらのベビーフードの米がゆをこちらも買ってあるので、今日初めてだからどっちもね、作ってみようと思います。まあ食べるのはもう一さじとかなんですけど、まあね、どういう違いがあるのかっていうのも味わってみたいし、自分たちもちょこっと食べてみようと思います。またのどくみコーナーでございます。それではキッチンに移動して作っていきたいと思います。はい、それでは作っていきます。まずね、こちらのプレートに、じゃあまずご飯を 10g ここで測って入れていきます。10ってどんぐらいなんだろう。あ、すごい天才。あ、9になっちゃった。あ、10 9.9 ぐらいなんじゃないこれはい、10g、 これを水を 50ml 入れていきます。はい、ではこちら蓋をして1分半加熱していきたいと思います。待ちます。はい、できました。 OK、 では10分蒸らします。はい、いち早く装着しました。かわいいね。なんだろうね、何されるんだろうね。ご飯だね、ご飯。僕も、僕も、そうだね、トクも装着しようか。トクも青だよ。装着するね。できるぞ。 Go! 4 3 2 1。 はい、完成いきます。完成じゃないですけど、はい、蒸らしました。10分。はい、ブーン。あ、こんな感じね。じゃあこれを、裏ごしていきたいと思います。じゃあこちらを裏ごしていきます。このね、トクの方、青の方に入れていきます。ご飯を裏ごしプレートに入れてすりつぶしていきます。いくよ。こんなんでいいのかしら。うわ、すげえ、いい感じだよ。すりつぶしてる、いい感じじゃない。本当になんかもうご飯の甘みだけって感じだよね。塩とかさ、砂糖とかそういうのも一切使わないし、昔の人もこうやって作ってたのかな。こんな調理器具はないだろうけど、よいしょよいしょ、いいんじゃない、いいんじゃない。残りのご飯も全部やろうか。裏ごしが終わりました。どんな感じなのかな。
あ、全部ここについてるやん。全然下落ちてなかったっていうオチね。ここについてました。こんな感じ。じゃあこれをすりつぶしたものですね、容器に移して、もうなんかお餅みたいなもちもち感だね。でお湯もこの中に戻すという、まあね、ご飯粒一粒も入ってませんから。こんな感じ、そげそげって言われてる感じ。はい、じゃあこちらレトルトの方ですね。こちらも作っていきたいと思います。こちらね、ピンクのお皿に入れていきます。ね、初めてだからどんなものができるのかわかんないからさ、これ粉ですね、完全に。はい、こんな感じで、30ミリなのでこちらを入れて溶かして混ぜていけば完成ということで、入れました。入れます。国産コシヒカリだから、あ、こんな感じか。だから同じような感じできてる、できてる、こういう感じね。楽だね、マジで。お湯入れるだけでできるっていう最強説。でこちらがレトルトの方はこういう感じです。ちょっと見にくいかな、ちょっとこうドロッとした感じ、こういう感じです。はい、でこっちが、手作りした方です。こんな感じ、トロトロぐらいはちょっと違うけど、まあ、こんな感じですね。よし、じゃあどっちも食べさせてみよう。でも一さじだからどっちにしようかな。早速イーティングタイム、それでは実食タイム、イエーイ。食べれちゃう、食べれちゃう。ベビービョルンのスタイかなり可愛い感じになりました。こんな感じです。はい、可愛いね、見合いっこしてる。面白いだねって。何するんだろうね。いいね。じゃあ、ママが作った方のこちらの粥からいきたいと思います。一さじだからね、もう本当に一さじ、スプーンちょっとだから。じゃあ一旦ピンクの、こんなもんで、お水がメインでいいんじゃない。お水メイン、ドキドキ。じゃあ食べてみようか。じゃあいいですか、一緒に行く、せーので行く、じゃあ行きます、せーの。あ、いった、よっくん、よっくちゃん。うん、おお、食べた食べた。ベイした、ベイした。いたわ、いた。どう、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 なんのベイする、どくん、ベイした、いいしょ、欲しいな。人差しだから終わりだよ、いいと、いいと、食べちゃった。どう、初めての、出てきちゃった、出てきちゃった、出てきちゃった。もうこれだけ今日はね。今日はこれだけです本当に一さじなんでね、たくさん作ったけど、とりあえずは今日はね。どう、てくん、どう、結構入ってない詰めに詰めたな、一さじの。いいと思う、でもうちょっと、もうちょっと詰める、ちょっと水っ気が多かったから。ちょっとビーって、ビーしない、ビーしない。みーちゃんどう、ママの初めての離乳食、どんな味するの、美味しくないの、美味しくないのということでね、離乳食とりあえず一さじ食べました。じゃあここはママもパパも、じゃあ、あんしてあげるよ。マジかあ、じゃあここはね、あの家族全員で離乳食を食べるという、もらいます、ください。あさすがに出すのはと思って、イータとトークと一緒にブーってしようかと思ったけど、甘い、めっちゃ甘いんだ、お米の甘さが、うん、すごいある。じゃあ甘いよね、まあ、でも大丈夫、普通だね。うん、だからお塩とかが入ってないから本当に甘い感じ。じゃあちょっとレトルトの方もさ、そんなにいらないそんなにいらないファーストねえ、そんなにいらない、絶対あ、ねっとりしてる、めっちゃ、こっちの方が。あ、おせんべいの味しない。あ、する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 おせんべいの味する、ベビーせんべいね、ベビーせんべいの、うん、こういうのをね、少しずつ食べてまたどんどん大きくなっていきたいと思います。今回はね、お米から作ってみたんですけど、次はね、鍋とかで炊くところから作ったりとか、まあ、あとはね、お野菜とかをねペースト状にしたものとか、少しずついろんなものを食べていきたいと思います。せーの、ごちそうさまでした。まだ一皿しか食べてないけどね、今日は新たな一歩となりました。それではこの動画が良ければ、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方、インスタグラム、フォロー、ブログのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どこ見てるの、またねー。なんか見えてる。